アメリカと北朝鮮、戦争が終わってません。皆さんこんにちは。日本を強く、現場に誇りを、ひげの隊長国会教室、今日もよろしくお願いします。今日は外交部会長ということもありまして、外交の裏話的なものを少しお話をしてみたいと思います。外交でよく言うのは文書とかサブスタンス、声明とか共同成果とか、もう一つが路地、こう裏方、例えば要人が日本に来るフライトの手配、空港から宿舎までの送迎、あるいは宿泊所のいろんな手配、そしてまた配車等々あります。会場の設定もそうです。そういうのを路地と言います。で、外交においては成果文書のサブスタンスと裏方の路地、これが極めて連携しないとダメです。でもこの路地がいろんな面で成果を決める、路地がサブを決めるっていう部分もあります。今日は北朝鮮の例をちょっとお話をしてみたいと思います。これ見てください。米朝首脳会談、シンガポールで6月12日にトランプ大統領とキム・ジョンウン委員長の間で行われました。2人が握手をしているその後ろに旗が見えますよね。アメリカの旗、北朝鮮の旗、この会場設定も路地の一つの大事な役割です。北朝鮮の旗何本ありますか？アメリカの旗何本ありますか？双方とも6本ずつ、つまり6+6は6月12。そこまでこだわります。また北朝鮮は9という数字にこだわります。縁起がいい、よくミサイルの発射日時とか時間も9に絡めるっていうことを言います。奇数1、3、5、7、9、奇数のことをよく陽と言います。特に9月9日北朝鮮の独立記念日と言われるように、9月9日9を重ねる、これ朝陽の節句という言い方もありますけども、やっぱり9と9を重ねる、極めて縁起がいいというふうに言われます。この金正恩委員長の誕生日、これは1月8日足したら9なんです。またこのお父さんの誕生日、金正日誕生日も実は2月の16足したら9、9というものに縁起がいいと。本当かどうか分かりません、その誕生日だけど9に絡めている可能性は十分あります。当初はこの米朝首脳会談もやっぱり9に絡めてくるんではないかという話がありました。6月3日という説もありました。6月3日、ただその時はちょうど G7 サミット首脳会議、これとぶつかるのでなかなか難しいというふうに言われました。でも結果的に予想通り6月12日になった。さらに外交の裏側で、これがシンガポールに金正恩が降り立ったその飛行機の写真です。なんかおかしくありませんか？後ろに国旗が乗っている、この飛行機は北朝鮮の飛行機じゃない、彼が使ってる専用機じゃないんです。習近平国家主席などが使う中国の専用機です。普通であれば外交的には自分の国の旗を塗り替えます。ましてや金正恩委員長、プライドが高い。だけど今回はわざと後ろに中央がいるぞということを見せつけるために塗り替えずに中国の旗のままで行きました。しかもこの飛行機のタイプはボーイング747ジャンボジェット機、トランプ大統領が乗ってくるエアフォースワン、この機種もジャンボなんです。747、つまり747には747、もう交渉に臨む前に飛行機でも負けていないということを示した。いろんなものにやっぱこだわるんです。トランプ大統領、彼も考えますから。トランプ大統領あるいはアメリカというものに対応するために、金正恩委員長、北朝鮮外交は策を練りました。これが煙幕作戦、平壌からシンガポールに行くのにわざとこのように飛行ルートを変えて、実際にはシンガポールに行くと言わずに北京の方に行く、コールサインも全部変えて平壌から北京に飛びました。本来であれば平壌からシンガポールに行くんであれば直接飛んだ方がいいに決まってます。でもまっすぐ飛べと、この東シナ海、南シナ海、公の海の上を通る、公海の上、つまり公海上を通るということになると危険性があるんです。実はアメリカと北朝鮮、まだ戦争が終わってません。終戦ではなく朝鮮戦争はまだ休戦状態なんです。北と南が睨み合って、真ん中に分離地帯があって、そこでお互いが徴兵制という形をとっている。朝鮮戦争の休戦協定の中身は、北側は北朝鮮、そして中国の義勇軍、
実質的に中国人民解放軍で、南の方は韓国ではなく国連軍なんです。つまりアメリカなんです。朝鮮国連軍の主体はアメリカが中心でしたから、つまりアメリカと北朝鮮、まだ戦争は終わっていない休戦状態のゆえに、いまだに敵同士です。この平壌からシンガポールにそのまま飛んでしまえば、黄海上を通る、場合によっては撃ち落とされる可能性もゼロではありません。敵対国同士ですから、そういうリスクを避けるために煙幕作戦で安全策を取りました。さらに今回北朝鮮自身が飛ばした飛行機はこの3つです。1つが今言った中国のジャンボジェット機、もう1つは貨物機、そしてもう1つはこの金正恩の専用機のチャンメ1号というもの、3つを飛ばしました。金正恩委員長はこの真ん中の飛行機、妹はこの北朝鮮の専用機に乗りました。一緒に乗らなかった理由は、要人は同じ飛行機には乗りません。日本の場合も総理と副総理、同じ飛行機、同じ船には万が一のことを考えて乗りません。当然金正恩委員長、また金与正、妹さん、金一族の血筋というものを守るためにも、そういう分散して乗ります。さらにすごいのはこの輸送機、輸送機に金正恩委員長が使う身の回りのものほとんど持ってきました。ゴミ箱からトイレから含めて。なぜかというと持って帰るためなんです。金正恩委員長はタバコを吸います。タバコを吸うとそこで DNA がその吸い殻から捉えてしまう。またおしっこやからもそうです。全てのもの、唾液もそうです。それを全部きれいにしないといけない。できれば全て北朝鮮に持って帰る。そのためにこの輸送機が必要なんだ。 DNA を捉えてしまったらもう影武者が作れなくなる可能性があります。 DNA、 特に要人の DNA は国家機密、ましてや北朝鮮の金委員長、よく整形して影武者が作るってよく言われますけども、一番整形をしづらい顔の部位はどっか皆さん分かりますか？実は耳なんだ。特に耳たぶあたり、この耳というのはなかなか整形がしづらい。だから影武者あるいは本物を見分ける時の一つの着眼点がこの耳たぶあたりを見てもらってもいいと思います。米朝首脳会談の最終的な合意文書、金正恩委員長とトランプ大統領が合意文書にサインをする。その時に金委員長のところにトランプ大統領のサイン入りの万年筆がアメリカ置いてました。で、それを使うのかなと思ったら、さすがに妹さんの金与正氏が来て違う万年筆を金委員長に渡しました。指紋を捉えないようにするためです。このように外交の裏、国際舞台、国際政治の裏側ではいろんな駆け引きをやってます。この米朝首脳会談、一番最初に6月12日、旧トゥースにこだわらって言いました。で、実際に6月12日の会談が始まった時間も9時なんです。6月12日の午前9時、ここまでやっぱりこだわる。そういう裏方、しかもそういう自分たちの主張をアメリカの担当者に飲ませるあたりの外交術、これもやっぱ北朝鮮上手ですよ。決して舐めてはいけない。まあ、北朝鮮は本当に外交のプロだと言われますけども、いろんなことを考えて考えてシナリオを組みます。日本の外務省も日本で大きな会議があるときには当然サブスタンスを作るグループ、ロジ担当のグループ、ロジ室を作ります。ものすごく大きな部屋に多くの人数を集めます。当然、駅務で民間の方も入れます。これは大変ですよ。シフトを組んで、徹夜でロジ室長のもとに全部が一枚岩となってやります。私も若い頃外務省の出向して、そういうお手伝いをしました。自衛官で外務省のに出向した時は、やはりこういう路地担当に借り出されることが多いです。やっぱ切って貼ったが得意。特に歯医者担当。それはなかなかその場でこう判断して変えないといけません。これ結構大変なんだ。例えば、要人がどっかの行くという時には、事前にルートを警視庁の SP と共にチェックをします。で、どこに車をつけて、どういう順番で人が降りる、これもやります。当然です。全部段取りしますけども、なかなか中東、アフリカの要人は、時間にそんなにシャープに来ませんから、相当苦労します。経過が狂います。その時に現場で切ったはったするのが、やっぱ元自衛官が非常にそういうのは得意と言われて、私も相当買い出されました。でも海外に行くと大変なんです。自分の要望となかなかうまくいきません。安倍総理ですら、ある国に行った時に何時間も待たされました。首脳会談、待たされました。なぜかわかります。国王の昼寝を
してる時に起こせる人間誰もいないんですよ。そうなると待たざるを得ない。また日本の方で首脳会談でもなかなか時間通りに来ない。特に朝が弱い首脳もいます。朝が弱い首脳の時は午前中には重要な日程を入れないとか、そういうこともいろいろやります。この外交の裏方、路地、これは結構いろんな面で成果の方に大きく関わってくる。ここまでやるというのが外交なんです。今この瞬間も国間の地、あるいは国書の地で外交官が日本の国益、我々の暮らしを守るためにも命を守るためにも頑張っている、そういう現場で汗をする外交官の応援というものも自民党外交部会長としてしっかり予算、処遇の面でもこれから応援をしてまいります。日本を強く、現場に誇りを。ヒゲの隊長国会教室、今日はいかがだったでしょうか。できれば高評価、そしてぜひチャンネル登録よろしくお願いします。